もう塗りながら心地よさ、うん、塗り込んでいく。そう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 、塗り込むところ全部ね気を使って気持ちよかったら、うん、いいじゃない。この長すじりが4問目だとどんぐらいの圧がこうちょうどいいのかなっていうのはすごい疑問で、うんうんうん、今どうですか、気持ちいい、体感的に。あの山盛りの基本は受けてる人が、はあ、気持ちいいが目安です。なんか絞られてる感じです。でもそうなんです、うん、なんか強くっていう人が多いからなんかこうイメージ絞る感じになっちゃって、体感してもらって何が違うのか見てみましょうか、うん、なんか違う、うん、なんか手の力なんだろうね、うん、マジ絞られはしてるけど優しい感じです。指力って感じですか、うん、でこんな感じ、はい、気持ちよさがある、はい、ちょっと待ってね、じゃあちょっと深さいきます。そんな違うんじゃないと、うん、あのこう受けてる方の筋肉が自分のこう動かすスピードにちゃんとこうついてきてくれてるかなっていう感覚が持ってれば、これをこう手をこういう風にするとちょっとこうなんか引っ張られてる感じっていう極端だけどね、あとはもっとグッて押してこういう風にするとちょっとなんか怖いじゃない、怖いですねそう、そういうことしちゃってるかもしれないので、ついてきてるかなっていうのをちゃんとこうアンテナを持ちながら結構やってるんだよね、みんな割とこうシュッみたいな、慣れてる人ほどやるかなんかこうかっこいいみたい なんか手際の良さみたいな、なんかサラサラサラって流れていくような主義になんかとらわれてるのか、意外となんかこうシュッみたいな。外国人って結構シャ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 しますよね、あの韓国の方とか韓国系なのね、中国多いよね。なんか区別すると大陸系の人の方が痛みに強いです。うん、だからか。日本人ってなんか手先器用じゃない？細かいことができるってことは皮膚感覚とかが敏感なんですよ。だからやっぱりより日本人に与えるんだったら、気配りしてあげた方が心地いいって感じてもらえる。私結構海外系の先生のばっかしなのって。さっきも多分これ。なんかここから。ゆーって聞いてる感じだったんですけど、もうちょっと置きましょう、起きた状態で倒れていく、倒れたところでやってるので動きがちっちゃくなってる、耳が進みながら自分が倒れていく、でちゃんと起き上がりながら戻っていく、うん、そう、結構これぐらい体勢効いてる、開けたままなくても十分かも、はい、うん、違うよね、はい、うつの中高感が出るっていうか、全然違います。皆さんの体の動きの大きさが圧の伝わる深さに、鏡みたいに反対のことが起きるので、なんか変だな、同じ影響が起きるって言ったらな、手先だけでやってると、まあ、皮膚表面の刺激としては刺激的だけど、なんか奥にじわって入っていく圧にはならない、だからちゃんとそう手に書くですね、感じでいいやこれ足もなんとなくこう前に行ったら足もこう体重がちょっと移動するよね、これも足とかこれやったらすごい気持ちいいよ、じわーって最後まで動画を見てくださってありがとうございます。もしよかったらグッドボタン押していただけたら嬉しいです。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。